今月の6日と7日の2日間にわたり地方経済未来会議レック長野が長野市で行われました。イベントには300人を超える経営者や企業を目指す人たちが参加、熱のこもった意見交換が行われました。経営者が経営者を育て、また経営者同士が学び合う場を提供するイノベーションベースの取り組み、現在全国18の府と県でイノベーションベースが設立され、それぞれが特徴ある活動を進めています。地方経済未来会議レックは、人口減少、地方創生という社会課題を経済という観点から考え、全国の地方を盛り上げようという趣旨で開催され、今年で3回目です。各県の経済を盛り上げようという試みで、今回ですと100人ほど全国から経営者が来てまして、それと長野の経営者100名ちょっとが触れ合う場、勉強の場ということでやっております。まずはですね、みんなで経営学び合って刺激し合って、経済活性化につながっていけばいいなと考えておりますので。時間はですね、イベントではテーマの異なる3つのパネルディスカッションを実施。それぞれ一定の成功を収めた起業家や経営者たちがパネリストとなり、自らの経験を語り、事業を伸ばしていくヒントやスキルが数多く話されました。これだけ起こらなかったら俺は沈んで当たり前だと。こんなに盛り上がってるとは想像できなかったんで、すっごい楽しめました。ちょっと徳島のイノベーションベースも同じぐらいの熱量でいきたいなと。起業って聞いて今までは私には関係ない話だなって思っていたんですけど、自分にも起業できるのかもしれないと思うことができました。学生の時に起業することはリスクがほとんどないからみたいなことをおっしゃっていて、明日にでも起業したいなくらいな気持ちになりました。やっぱり一番の経営の学びは経験から学ぶっていうのが一番いい、最高の学びでした。ありがとうございました。